よろしくお願いいたします。おはようございます。お願いします。お願いします。番組プロデューサーの楠木です。あ、楠木さん、はい、よろしくお願いします。はじめまして。あ、 AP の田所です。田所さん、よろしくお願いします。あの、作家のリチャード坂本です。お願いします。あ、そうですか。よろしくお願いします。この度は本当、あの、ご出演、していただくということでありがとうございます。いやいや、こちらこそ、はい、よろしくお願いします。本日、はい、番組がですね、はい、まだ何を喋ってるんですか。西田直美の喋ってちょうだいということで、西田直美さんですか。はい、106分のトーク番組。長いですね。ちょっといろいろ、あの、すごい特番。あ、特番なんですか。レギュラーで。レギュラーで、はい、シャープ6のゲストということで。あ、そうなんですか、はい、いや、すいません、僕ちょっと勉強不足で。西田直美さんとは面識？ちょっと一回もお会いしたことない。ああ、そうですか。ですね、西田さん。なるほど。でも西田が言うには、2003年あたりに、はい、幕張の劇場で、ご挨拶したというふうに。来られてたんですか、はい、西田さんが。その後なんか、LINE を聞かれて、で、何度かこうお誘いいただいたけども、夜中2時ぐらいにうち来えへんみたいなの。いやいやいや、来てから事務所に相談してからちょっとそれになっているみたいなふうに聞いておりますけど。よう呼んでくれましたね、番組これ。今回そんなんしてましたっけ。いくつかよろしいでしょうか。あ、あの、トークの、はい、はい、最近ですね、はい、すごく腹立ちかけたなっていう。腹立つ話じゃなくて、まるで腹が立ちそうになったなという。あんまり腹立ったっていうのがちょっと西田が好まないので、はい、コンディションによってはもしかしたら。何ですか、そのややこしい内容。別日やったら腹立ってたかもしれない、はい、ってことないですか。センチます、それ、はい、その時は別日だったら怒ってたかもしれない話なんか、俺やったことない。腹立ちかけたなっていうお話、7つやついただけたら。多いな。お願いします。多いわ、もう無理ですわそれ。一応マネージャーさんには、あの、 OK いただいてるんですけども。え、マジですか。そやな、ちょっと僕双子の息子がいましてね。はい、あの、すみません、一言一句ありがとうございます。一言一句ありがとうございます。いや、それ書かなくていいですよ。それは打たなくて大丈夫です。ミルクをあげるんですね。で、粉ミルクなんですけど、最近のはよくできてまして、うん、昔やったらね、こうカンカンに粉ミルクが入ってこうね、はかりになってる、あのスプーンみたいなやつでこう調整してやっていくんですけど、今、あの、もう塊で、これがだいたい、これ割るのは 40ml ですよのブロックが5個入ったやつが1本で入ってるんですね。で、それがすごい助かるんですけども、測りやすいし、夜中とかもパッと作れる。でも、その入ってるビニールがちょっとこう手でいかれへん時あるんですね。だから、ちょ、歯でやんのも、これ口つけんのもなとかで、うん、助かってるけど、ちょっともうちょっとうまいこといかんのかなっていうのはあります。なるほど、ありがとうございます。ちょっと、あの、録音させてもらっていいですか。遅いですね。遅いですよ。あ、それで売ってなかったんですね。大事なとこ音聞こえへんかったから。日差しきついなって思われたお話ありますか。それ大丈夫ですか。今日日差しきついなって思われた。いやいや、ありますよ。ありますけど、別に盛り上がらない。いつ頃でしょう。いつ頃。いや、いつ頃。どういう時に。いや、どういう時にというか。まあ、去年の夏まで遡るのかな。でも遡らなくても、まあ、今なんか特にもう春終わって梅雨に入ろうっていうこの間、意外と、あの、日差し強いなと思って、え、今日何着ていこうかなって、こうベランダの方を見たら、もう日差しきついなって、 T シャツやな今日、日差しきついなっていうのは
ありがとうございます。大丈夫ですか、これ西田さん広げられます？一応その時のお写真またないです、あればそんなないです、いただければないです、ないです、そんなマネージャーさんに一応あのお伺いはしてるんです、膝強い時の写真撮っといてください、そちらで。わしゃ黒き瞳かとおっしゃられた時のお話ないですか？言ったことないです、僕わしゃ黒き瞳か思ったとか、あの時わしゃ黒き瞳かってあれ言えてたなと思う。いや言えてた、いや言えてたなやったらまだいいですけど、と言おうとした時の話っていうから、はいはい、あったかな。これ一応あのシャープ1回からずっと続けさせてもらってるコーナーです。続いてるんですか、はい、誰が今まで出たんですか、そのシャープ1は羽生善治さん。羽生さんそんなトークテーマで喋れます、はい、わしゃ黒き瞳かって、はい、対局中にも、対局中に思えます、そんなん相手の三六風の時のあの攻防がもう、いやそれ僕見てないからあれですけど、そのトークのとこ使い方間違ってると思いますよ、羽生さん。前回だとあのルイス・ネリがゲストだったんですけれども、あのボクサーのってことですか？ネリもありましたけどね。ネリやるんですか？知らないでしょ、ネリ黒木瞳のこと。それで結構 2,3 あの披露してくれました。3いけるんですか？黒、ね、わしゃ黒木瞳かね、ネリでそれだったんで、後藤さんなら結構いけるんかなと思って。あの宝塚でね、あの大阪の宝塚なんかありますから、あそこにまあなかなか行くことないですけど、宝塚の駅なんかでちょっとこう前を歩いてると、うわ懐かしいなと思うんですよね。その時にわしゃ黒木瞳香と、あの方も宝塚歌劇団出身やから、ちょっとそれを思ったことは。それ以外ないですか？いやそれ以外ですか？ネリがそれっぽいこともう言っちゃってる。そう前回のオンエア。ネリだって関西人じゃないでしょ。いやちょっと僕ないかな。あのセットにですね、はい、すごくこうリラックスしていただこうということは、部屋のような、はい、あのセットになってます。なるほど、はい、延長コードがありましてね、はい、であの差し口が4つ、はい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 、何差しておけばいいですか？いやそ、番組でそ要望聞いてもらえるってことですか？はい、いやトーク番組ですよね、はい、ビッグカメラさん一社提供なんであそうなんですか、はい、まあ、大概のものあのご用意できますので、まあビッグカメラさんだったら、はいはい、いや別にもう加湿器とか、はい、かね、遠くやから、はい、あんまりね乾いててもあれです、はあはあ、加湿器4台ですか？多いです、びちゃびちゃになりますよ。あ、シャープさん、藤原紀香さんはそうでしたか？いやほんまですか、はい、やっぱりいやだいぶ気にしはるんでしょうけど、はい、びちゃびちゃやったでしょ、はい、加湿器は1台、あと3口どうしましょう？いやーなんでしょう、もう何でもええけどな。なんか充電、じゃあスマホの充電しときますから。ああ。なんか充電器とか、はい、充電と、はい、白物から選んでいただければこっちも助かるんですけど、そのバランス的に。いや白物家電だって遠くで使います？炊飯器置いとくんですか？だってでいいですか？でもいいです、はい、何でもいいです。でもあのちょっと炊飯器もちょっとあの湯気出ますけど、加湿器も出るから、ちょうちのスタジオフローリングなのでちょっとこけられる可能性もあるのかな。あの炊飯器以外で何かもしあれば。炊飯器以外で、じゃあなんか冷蔵庫とかでいいんじゃないですか？その辺周りがいいんですよね。いや別に何でもいいですよ、マッサージチェアとか。あー、トーク中にマッサージっていうのもね、あんまり長丁場になりますけど。いやでも長いとはいえ、はい、100分、あのオンエア尺はどれぐらいの収録かかるんですか？まあ、2日は撮ってますけど。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。ほんまですか？2日間喋るんですか、西田さんと知らん人と。いや無理やわ、ま、さいやそれ炊飯器いるわ、ほんで冷蔵庫、冷蔵庫、冷蔵庫、うん、冷蔵庫いります？それ炊飯器、冷蔵庫、アース取れないんで冷蔵庫無理なんですか、はい、
いやでも2日でしょ、はい、いやそんないらないと思いますよ。だいぶ切るんすね。じゃあ、はい、100分って短いっすよ。むしろちょっと心開くまで、そうですね、時間かかる方、はい、いやそっちの問題やな。それは言うといてください。1日目はまあ使いなしと思っていただいても、それぐらいちょっとあの開いていただきたいんですよね、はい、ゲストの方。すごいわ。どうですか、マッサージチェアとか。マッサージチェアかな。マッサージチェア、わかりました。マッサージチェアの場合はあのでっかいやつなんで、あの刺すところがあのアダプターなんで、はい、3口のうちの1個もへつられてしまうんで、結局じゃあ3つに。何の打ち合わせしてるんですか。だって喋らん時間がだいぶ多いでしょ。だって2日間喋ってそれですけど、喋り続けて2日喋り続けてくる、喋りかけてくるんですか、西田さんはずっと。はい、1日目も、はい、ずっと答えるんですか。いやちょっとしんどいなぁ。対対なんですか、その1対1なんですか。1対1です。うわ、藤原紀香さんよう行けましたね。全然時間足りないって言ってましたよ。嘘でしょ。取れたか大丈夫。いや大丈夫でしょそれ。最近はい面白かったお話をちょっとジェスチャーでいいですか。いやいやトーク番組ですよ。はい、いや関係いらないですよ一番。あ、それは分かりますよ。いきますよ。はい、取っといてください。続いてですね。いや続いて、内容聞かないです。タクシーの助手席に何のかは聞かないですか。タクシーの助手席に乗った時のお話いいですか。なかなかないですよ。大人数で大人数で乗った時しか。すいません。何人かで乗って、あ乗ってください、乗って、あ僕前乗りますからって言って、あれ大変じゃないですか乗る時。あれもう乗らんもんやと思ってますから、その運転手さんは。ほんで椅子前にしてるんですよね結構。で椅子前にしてるから、すいません乗ります、ああそうですかどうですかみたいなんで、こうガガ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 って後ろにして、ほんでもうすげえ荷物置いてる人おるんですね。あれすいません言うて、その運転手さんはこうジェスチャー。内容聞かないですか。内容、観覧車の時計でいう40分ぐらいの時に思ったことをちょっと教えていただいていいですか。それ西田さん大丈夫。いや思わんけどな、あれ一番思わんちゃう。でも言ってもやっぱり期待感ですよね。ちょうどこっから9、時計で言うとですよ、9、10、11、12に向かっていくわけですから、やっぱり期待感というところではやっぱりあゾワゾワ。だから9超えてきたあたりから、あ怖い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 、すいません高所恐怖症なんです。ほんで怖い怖い怖いってなって来るよねみたいな。うどん屋さんは行かれますか。うおーサオンしますね。うどん屋さん行きますよ。うどん屋さん行って、はい、七味を振りかけたら、はい、まあ何かのでまあ、あれで緩くなってたのか、はい、内蓋が取れて、はい、瓶ごとザワーってなる2日前のお話いいですか。何なんですかそれで。2日後に一味の蓋取れてかかるんですよっていうオチにせなあかんの。どうすんのそれ。どういうつ何書いてんの。ヒッチハイクしてたら護送車が止まったイコールとになるお話ありますか。そんな話俺ないけどみたいな話。いやまあどうですかね、
この間チリメンジャコ買ったんですよ。ほんで食べたかったから食べようと思ったら、まあ普通なんかちっちゃいタコみたいなのいませんでっかいカニありがとうございます。大丈夫ですか？こちら、はい、こちら、はい。で当日はスタジオにはどのようなリリーフカーで来られる？リリーフカーで行かないですよ。むちゃくちゃ時間かかりますよ。どのようなリリーフカーって、そのあんま種類ないでしょ。あれ前にボール書いてあるぐらい今時ないんかな、前にでっかいボール書いてるやつで。ボールなんですか？ボールタイプがいい。じゃあじゃあそれを、じゃあボールタイプがいい。前日お宅の方に。自宅からですか？はい、あのドローンで撮らせていただきます。撮るんですか？回ってるんですかいや使えませんって。それええけど。ということでね、何かもう大丈夫ですか？はい、大丈夫ですね。あと最後に一つだけ、あのカニの大きさだけちょっと教えてください。ええわ具体的にはええやん。あれ、いや、そのどれぐらいなのかって。いやもう大体でいいですよ。本当に今日はあのお時間いただきました。ありがとうございました。いい。我々もこちらであの退出させていただきますので、私たちが退出するや否や、人生で一番映画館の前の方で見た映画の話をお願いします。何それ。ありがとうございます。映画館で一番。本番よろしくお願いします。本番よろしくお願いしますなんで俺、じゃあもう折れへんやろ。あれね、小学校の時かな、ウルトラマン見たくて映画館連れてってくれたおっちゃん、家の、あのうちの親父の兄貴ですけどね、ウルトラマン連れてったるわ言って行くんですよ。ほんで行ったら、まあ資料これ喋ってていいんですよね。これお帰りになるということですけど大丈夫ですか？喋ってんのわかんない。ほんで行ったら結構いっぱいで、でもう前の席しか空いてへんやん言うて、ほんで前座ってやっとうん、それ持っていったらもう俺なんで喋ってんすかもういいでしょ。じゃあほんでウルトラマン見ようかなと思って見たら、2本立てで男はつらいよ始まったんですよ。一番前の席ででっかい渥美清、つらいよ。これも辛いよ。男も辛いかもしれんけど、一番前の男は辛いよ、もう辛いよ言うて。すいません、ね、すいません。あの渥美清ってどれぐらい大きかっただけ？いやいや、映画館の先生が分かるやろ。どれぐらい大きかった？いや、どれぐらいって、だから映画館のスクリーンいっぱいや、もうええやろ。わかりました、すいません。忘れ物ないもん、言ってやもん。あ、ちょっと西田さん調べとこう。チャンネル登録お願いします。2日は撮ってますけど。ちょっと待ってください。